皆さんこんにちは。今日は水墨画でお魚を描いてみましょう。今日はとてもシンプルで古典的な描き方をしますよ。皆さんもぜひ挑戦してみてくださいね。ではまず筆に薄墨を含ませて、筆先に濃墨、濃い墨をつけます。筆を垂直に立てて持ち、筆先から入り、筆先で終わります。魚の体の部分です。そしてこれが魚の唇の部分です。もう一匹描きます。これで2匹のお魚が描けましたね。では次にヒレの部分を描いていきましょう。濃い墨を筆先に取ります。筆を紙の上で上下に動かして、水の動きに合わせて揺れる魚の背びれを描きます。魚の体の左右にも腹びれを描きましょう。また新しく筆に薄墨をつけ、濃い墨をつけ直して、今度魚の尾っぽを描きます。少し濃い色で描けましたね。もう一方の魚にもヒレ、そして尾びれをつけてあげましょう。外側に翻っているヒレ、内側に向かっているヒレなど、ヒレの向きをそれぞれ変えてみるととても素敵な絵になりますよ。この後、水流を描いてみます。よく洗って絞った筆をお皿の上で立てて、優しくねじります。そうしますと筆先が分かれますね。その分かれた筆先に濃い墨をつけて、お皿の上などで試し書きをしながらならし、書き慣れましたら紙の上に持っていって、そっと水の波紋を描きます。最初からあまり濃い色でやりすぎないようにすることと、水の波紋も濃い色、薄い色取り混ぜて描くように出しますと、水の広がりが感じられてとても自然に見えます。皆さんも筆の中の水加減を調節して、水の流れを描いてみましょう。今日はもう少し皆さんと一緒に墨で遊んでみたいと思います。別の器を用意して水を張ります。ここではお皿を使いましたが、容器は何でもいいですよ。筆先で濃い墨を取り、動かしたお水の中に落とします。はじめのうちは墨が水の表面でマーブル状に渦巻きを描きますから、墨がまだ水の表面にあるうちに紙を逆さにして、紙の表に墨の渦巻きを写し取ります。これは墨流しと言われる技法ですね。紙の表面は水の表に軽く当てるだけでいいんですよ。こんな風にできました。筆で描いた水流と墨流しの波紋が合わさって不思議な絵になりますね。では次に水草を描いていきましょう。まず茎の部分を描きます。外側から内側に向かって水草の葉っぱの部分を描きますよ。下に行くにつれだんだん広がっていきます。
の周りに車輪状に葉っぱがついていますね。このように水草を入れますと、魚が楽しそうに感じられますね。では次に、描き方アドバイスです。お魚の胴体の部分を描くときに、一つ注意していただきたいことがあります。それは、筆先が魚の体の真ん中を通り続けるということです。やってみましょう。そうですね、筆先が体の中心を通っていますね。もう一度確認のため巻き戻してお送りします。これはとっても大切な水墨画の基本ですから、ぜひ皆さんもお稽古してみてください。次に水草の描き方も見てみましょう。まず茎を描いてから車輪状に広がる葉っぱを描くんでしたね。葉っぱは外から中に描くときに、少し筆先を紙の上で丸めるように、そして勢いよく内側に向かって離します。カンマの形を長く伸ばしたような、そんな葉っぱの描き方です。前後左右が感じられるように工夫して描いてみるといいと思います。練習してみましょう。さて、水墨画は禅仏教の教えから大変影響を受けています。今回私たちは魚を一筆で描きました。一筆で描くということは一瞬なんですね。この一瞬一瞬の中に魚の体があり、魚の命があり、魚の一生があり、命は誰にでも等しいものですから、我々も含めた命の重みを描いていると言えます。そして今この一瞬にこの一つの命がこうしてあるということは、宇宙が始まって以来たくさんの積み重ねの中に起こっていることです。こうして一瞬一瞬の中に全てがある。かつまた私たちもその一瞬ごと全力で生きています。水墨画もこの一瞬、つまり絵で言いますと一筆の中に表現される広大な世界を愚直に探求しているものと言います。皆さんにとっても一筆ごとに魚であり、皆さんご自身であり、宇宙であるような体験です。お魚が自由に泳いでいるのお稽古なさってみてください。今日は筆のお話もしたいと思います。水墨画のお稽古で最初のうち一本の筆でたくさんの描き方を学習します。このお筆自体は大変複雑な工程を経て作られているものですが、見た目はとてもシンプルにできていますね。シンプルということが、シンプルということ少しのことしかできないということで、たくさんの方法に使うことができます。こうした筆法のお稽古、水墨画の楽しみと言えると思います。